毎週木曜日ジグスマキッチンのコーナーです。今日の講師はアンコーラオーナーシェフの大久保健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて今日のお料理は何でしょうか。はい、今日は新玉ねぎとツナを使ったスパゲッティ作ります。もう旬を使った春らしい一品ですよね、はい、それでは材料をご紹介します。2人分です。スパゲッティ 160g、 新玉ねぎ1個、ツナ缶1缶、オリーブオイル 60cc、 ニンニク1かけ、唐辛子1本、白ワイン 60cc、 トマト2分の1個、アンチョビ1本、パセリ大さじ1、粉チーズ大さじ2、バージンオイル 30cc、 塩適量となっています。それではちぐすまキッチンスタートです。はい、それではまずは何から始めましょう。はい、はい、大きめのお鍋にお湯を沸かしていただいて、はいはい、もうスパゲッティを茹でるところから始めますね。まずはパスタを茹でていきますね、はい、そうですね。お塩を入れていただいて、スパゲッティですね。強火ですか。そうですね、しっかりも沸かしていただいて大丈夫です。で、今日は 1.4mm、 1.4mm、 はい、細めのパスタ使います。やっぱり細めのパスタの方がいいんですか。はいはい、今日のソースには細めのパスタの方がよく合います。太めのパスタと細めのパスタってどうやって使い分けたらいいんでしょうか。はい、あのソースが重いかそうでないかで使い分けていただければ。なるほど、はい、今日はちょっとあっさりベースなので細めでというわけですね。はい、でフライパンを用意していただいて、はいはい、ソースを作っていきますね。ソースを作ります。はい、火を消したままでいいんで、オリーブオイルと、はい、オリーブオイル 60cc、はい、でニンニクのみじん切りですね。ニンニク1かけをみじん切りにしたもの、はい、で唐辛子1本、はい、1本。そして辛いのが嫌な方は入れなくても大丈夫ですね。そうなんです。お子様がいるご家庭とかは、ね、唐辛子なくていいですね。はい、アンチョビ、ね、アンチョビを入れていただいて火をつけてください。火をつけます。はい、でこれでニンニクが少しきつね色になるまで火を通していただければ、うん、強火でいいんですか。強火で大丈夫です、あくまでは。はい、アンチョビってこうなかなか私、はい、料理で使うことないんですけれど。そうですね、使った方がいいんですか。アンチョビ入れるとやっぱりコクが出たり、うん、風味だったりっていうのが出ますんで、うん、もしあれば入れていただいて、もしあのお子様いらっしゃって嫌いな方はもう入れないでも大丈夫なんで、これ入れなくてもいいんですね。はい、今日はどちらかといえば大人向け、大人向けなんですね。はい、ちなみにアンチョビがない場合こう代用できるものって、はい、そうですね、うん、塩辛っていうパターンも使えないことはないです。ちょっと和な雰囲気になりますけれど。そうですね、まあでも同じように旨味は出ますから塩辛入れてもらってもいいですね。確かに塩辛ってこう白ご飯だったりこうおつまみ以外でなかなかちょっと使うと困ったりしますけど、はい、こういう時にも使えるんですね。はい、でこんな感じで少し色づいてきたら、ここに今日はイタリアンパセリ、イタリアンパセリ、はい、ニンニクが今ちょっときつね色になったところ で、ね、はい、入れていただきます。はい、パセリを入れます。はい、で少し油を回して、はい、で白ワインですね。今回このパセリは普通のパセリとは違うんですか。はい、今ちょうど時期でイタリアンパセリがスーパーでも売ってますんで、おお結構飛びました、はい、ますんで油が結構飛びましたね。でこれでワインと油、ツナを入れていただいて火を止めてください。はい、イタリアン、すいません、はい、話を戻しますが、はい、イタリアンパセリは普通に売ってる、ね、あ、今スーパーで結構売ってるのでこういうやつですね。はい、普段の普通に見るパセリとはどうやって香りがやっぱりこちらの方が強いので、はい、今日はこれを使ってます。でちょうど今シーズンなので。そうなんですね。はい、いつぐらいからいつぐらいまでがシーズンなんですか。大体3月の初めから夏ぐらいまでは出回ってますね。初夏、はい、で火を止めていただいて、その中にトマト、はい、トマト、はい、角切りにしたものですね、はい、入れてください。はい、でそして新玉ねぎですね。今日のメインの、メインである新玉ねぎ1個分を入れます、ね、そうですね、スライスしたものを入れてください。はい、でもうこれで火を止めた状態で大丈夫です。火をつけないんです。今日はもうほとんど火を入れずに仕上げてしまいますんで、はい、はい、なんか火を通さないとちょっと辛いのかなって思っちゃうんですが、新玉ねぎって水分が多いのであんまり火入れすぎるとべちゃっとなっちゃうんですね。あ、はい、だからなるべく火を入れすぎないようにしたいので、余熱で温めます。はい、ちなみに普通の玉ねぎだったらどうしたらいいんでしょうか。はい、普通の玉ねぎだったらもっと薄く切ってください。今日ちょっと厚めに切ってあるんですね。うん、はい、もっと厚めなんですね。普通の玉ねぎでも火は通した方がいい。そう、いや、食感を残したいので、はい、薄切りにしてもらったものを同じ状態で使っていただければ。じゃあ玉ねぎは、はい、この場合は
どっちを使う、新玉ねぎを使う。今シーズンなんで、はい、年に1回やっぱりこの時期でしか食べられない新玉ねぎ使ってもらった方がいいですね。なるほどですね。はい、でパスタが茹で上がったので、茹で上がりました。お湯を切りますね。だいたい何分間ぐらい茹でます？だいたい5分ですね。5分間、はい、5分ぐらいで、はい、はい、細いかな。で熱いんで気をつけてくださいね。はい、水を切ります。はい、でツナのちょっといい香りもしますね。でこれをもう全部入れてください。はい、もうそのままパスタを入れて、はい、で火をつけていただいて、うん、あの火を入れるというよりもこう和える感じで、うん、はいはいはい、全体になじませるような感じで、うん、この時の火加減っていうのは、ね、もう強火で大丈夫です。強火で、はい、じゃあ本当に玉ねぎはもうこのちょっと最後の、そうですね、さっと火が入るような感じで火を通すといいんですね。はい、はい、ちょっとグツグツしてきました、はい、うわ、美味しそう。彩りも綺麗ですね。そうですね、トマトとパセリの青みと、で新玉ねぎの白い色と入りますので、で沸いてきたら少し火を落としてもらって、はい、全体を混ぜてもらって火を入れる感じですね。今回ツナを使いましたけど、はい、もしツナがない場合って、あの豚肉とか鶏肉でも全然合いますので、お肉系で代用できるんですね。はい、でここでちょっと味を見ていただいて、はい、で塩味が少なければ少し塩を入れてください、うん、最後にちょっと塩を調節する。はい、そうですね。でもうほぼこれで出来上がるので、もう完成ですか？そうですね、あとは仕上げに今からチーズとオリーブオイルを入れて仕上げますね。はい、はい、こんな感じで、わー、いい香りがしてきましたね。そうですね、全体にこう混ぜるような感じで、うん、なんかこうトマトがちょっと潰れないかなっていう心配があるんですけど、混ぜすぎ、火入れすぎなければ大丈夫です。大丈夫なんですね、はい、で粉チーズですね。粉チーズ、はい、たっぷり入れますね、はい、とバージンオイルですね。うおー、最後にやっぱりバージンオイル、はい、こんな感じで全体を混ぜていただければもう出来上がりなので、この最後にバージンオイルをかけると、はい、どういった、やっぱり香りと味付けですね。はい、こんな感じで今本当にバージンオイルのいい香りがしてきました。でこれでお皿に盛り付けます。盛り付けますね。うわー、美味しそう。しっかりでも玉ねぎも最後の、そうですね、火が入りすぎない方がシャキシャキした食感と甘みとがしっかり味わっていただけるので、はい、いいですね。こんな感じで、さあそれでは新玉ねぎとツナのスパゲッティ完成しました。